はようございます。おはようございます。今日は8月29日の日曜日です。9月11日のボディビル大会まで2週間を切ったということで、残り、だいぶ近づいてきたんですけども、今日は僕のですね、1日の減量食を取ってみたいと思います。減量末期ということで、本当に大会に向けての食事を、今日もね、日曜日でトレーニングとか仕事休みなんですけども、普段と全く同じ減量食を食べようと思ってますということで、今から朝食を作るんですけども、今の時間はね、8時、で、大体普段朝食べる時間と同じで、平日はですね、この朝ごはん食べる前に有酸素運動として朝を1時間ぐらい、外をね、1時間ぐらい歩いてから食べるんですけど、今日は一応有酸素運動はお休みということで、起きてすぐので状態で朝食を作ります。と卵4個と、ツナ缶、ノンオイルのツナ缶と、野菜は玉ねぎと青汁、あとここに一応果物を買ってきてあるんですけど、これはね、炭水化物として今日はご飯の代わりね。そう、今日はね、ご飯はなしということで、ね、作っていきます。でまずツナ缶はね、中の汁を絞ってそれに出して、このツナ缶はちなみに水とツナのみって書いてあって、味はね、全くしないです塩も何もない。そうそう、でもその方がこう食材として使うにはね、味を邪魔しないんで、僕はこっちの方が好きですね。で、ここに卵があって、で、かき混ぜる。で、青汁溶かさなきゃ。青汁はお湯で溶かします。これこのまま放置。で、玉ねぎ。玉ねぎは、4分の1ぐらいいつも使います。で、これをなるべく薄くスライス、卵を焼いてる間に火が通るぐらいの薄さにして、玉ねぎ投入して混ぜて、はい、で、これであとは焼いていきます。はい、ちょっと固めに全体的にやります。親子丼に見えるの。確かについてないけど、こんな感じかな。全体的に固まったところで火止めて、今までにない硬さだね。カチカチでしょ、で、ひっくり返す。ああ。こうした。はい。これで卵焼き完成。あとはね、果物。キウイは半分切って、でね、スプーンで皮をね、えぐって。おっと。よいしょ。オッケー。ちょっとこぼれちゃった。はい、じゃあこれで完成です。はい。じゃあいただきます。はい。味付けはね、普通に塩コショウ。もうそれしかないね。もはや。いや、これで十分美味しいんだよね。うまい。このツナと玉ねぎって結構相性良くてさ。うわ、美味しそうだね。美味しいよ。といっても、想像通りの味なんだけどさ。はい、ありがとう。美味しいよね。美味しい。胡椒がまた相性がいい。果物の方も。これはめちゃくちゃ甘く感じでしょ。甘い。減量してるというと思うよ。で、今日の一応炭水化物は、果物だけ、
のつもりなんですけども、あの炭水化物の量に最近こう波をつけるっていう話をね、前回ちょっと経過報告動画でも言ったんですけども、うん、あの炭水化物を、1日 300g のご飯食べる日で、半分ぐらいにする日っていう感じでこう波つけてて、でそれがこう先週やってみたら結構調子よくなんか落ちた感じがするので、うん、まあ、それをまあ今週もやろうかなと思っていて、まあ、その食事をちょっと大会まで続けていくんですけども、まあ、あと2週間切ってるから、あラストの週はちょっとディプリートをするかしないかっていうのは、まあ、この1週間のねこう変化によって決めようかなと思ってます。で今朝の体重は 66.3 で、ちょ昨日66までちょっとまでね、うん、行ったんだけど、うん、まあ、ちょっとポンって、うん、むくみかなんかで増えちゃってますけど、うん、まあ65がねリミットなんで、まあ、今日のこのね炭水化物を減らした食事が、まあ、そのなんか体にとって刺激になって明日ボンって落ちてくれるといいんだけどなっていうふうに思ってます、うん、はい。ということで一応コンディションチェック、前ここで体取ったのって多分8月の頭、うんうん、そう、うん、本当、まあ、それ以来って感じで、はい、うん、それに比べるとだいぶお腹の血管とか血管がね、うん、出てきて出やすくなってると思います、うん、ということで、また昼以降の食事もね、あの取っていきたいと思いますので、はい、ではまた後ほど。はい。1時半になりました。今から、食事をね作っていくんですけど、さっき朝ごはん食べて、8時食べて、2時間ぐらいして、一応完食でツナ缶、ノーグルのツナ缶は2つ食べてます。うん、でこれは3食目、あと4食目をね、今からいっぺんに作っていくんですけど、食材はこちら、鮭と、うん、あとこれね豚肉、珍しくない、ヒレ肉、豚肉豆乳は珍しい、ね、あれ、まあ、ちょっと豚肉今シーズン初めて試してみて、うん、すごい調子いいなと思ったので、うん、まあ、よく考えるとさ豚肉ってビタミン B ビタミン B 豊富だから、そうそう、あの脂肪を燃やすのにもすごいいいかなと思って、うん、っていうことで、まあ、これすごい安かったヒレだね、ヒレ肉なんだけど、ね、あの普段はねもも肉を食べることが多いです。もも肉油あることない、そんなにないんだよ。あ、そう、うん、油ないあのもも肉、ああ端っこを取ったりとかね、うん、であのさっき炭水化物のように波をつけてるっていうね、うん、話はしたんですけど、炭水化物が少ない日はあの油をちょっと多めに取るっていうことで、うん、あのタンパク質の食材を変えるってことをやっていて、その時は豚肉だったりとか、うん、あと鮭を取るようにしてます、うん、で今日はさらにね炭水化物が少ない、あの、うん、果物しか取ってないから、うん、ってことで一応アボカド一緒に食べようかなと思って、あ、まあ、こんな感じで2食分をね、うん、作っていきます。野菜はさっき使った玉ねぎの残りと、はい、これ冷蔵庫にピーマン入ってたんで、うん、これも一緒に炒めていきます、うん、はい。これはね鮭に油は結構入っててにじみ出てくるんで、そうだね、まあ、ほとんどいらないかな、うん、ちょこっとだけ、うん、で、まあ、この鮭いつもね紹介してる同じグラム78、うん、すごいよね、めっちゃ安いんだけど、ただ今回はねこのこれが入ってんだよね、油、うん、油だよねそれ、ちょっとほとんど油だからね、うん、こういうのはさすがにちょっと食べれないね、どかしてこういうとこだけね食べるようにします、うん、はい。で豚肉はもうこれヒレがこんな感じで塊になってるんで、うん、まあ、ちょっと油がこういうとこだけちょこっと取る感じで、うんうん、あ中にあった、うん、開いてこういうのはちょっと外したりするんですけど、うん、まあ、このぐらいあってもいいかなって気がするけど、うん、まあ一応ね、うん、外します。こんな感じで一口サイズ、うん、でこの筋がこう走ってるから、うん、あの沿って切ると硬くなっちゃうんで、一応筋を切断するような方向に切るようにしてます、まあ、厚さは1センチぐらいかな、よし、はい。じゃあこれをもうね両方いっぺんに
入れちゃいます。豚とサーモン同居していいの？僕が作るのはいつも時短飯だから、なるべく早く簡単に OK は決めます。重なってるところでこうやってほぐしてね、はい、それで火が切れました。では、味付けは塩コショウ。で、この間に野菜を切っていきます。皮目切って、朝ほどは細かく切らずにちょっと大きめね。いいの、まあ、5ミリぐらい。そうです、ピーマンは表面を洗って、これで準備完了。そしたら、もうこんな感じでね、だいぶ火通ってるので全体的にひっくり返して、あとはもう一回塩コショウで、ここに野菜をもう全部入れちゃう。はい、きた、はい、きた、弱い簡単な、これで火が通るまで放置します。はいはい、じゃあ、あとアボカドを剥いて、十字に切って、こうね、こうやって、簡単に種が取れるので、あとは皮を剥いて、はい。じゃあ、これでもう、多分、いい時間だと思うんで、いいので、このジューって音がなくなるまで放置します、うん、はい、こんな感じ。しんなりして、うん、いいね、うん、いい色に仕上がってるよということで、あとはこれをね、半分ずつ分けてお皿に盛って完成です。はい、じゃあこんな感じでお皿に盛り付けました。綺麗、うん、に彩りよくできた、ね一応普段だったら鮭は鮭、豚肉は豚肉って食べるんだけど、まあ、いっぺんに作ったから、どうせなら、まあ、混ぜて食べようかなと思って、ここで2食分、まあ、1個は今食べて、もう1個は3時間ぐらい経ったら食べようと思います。はい、でいただきます。はい、豚肉、ヒレは結構さ、美味しいよね。うん、うまいもも肉よりはね、柔らかい。ああ、ヒレの方がね、うんうん、食べやすい、うん、鮭。鮭は油があるからさ、美味しいね。うん、うん、あ、うまい。なんかさ、なんかビルダーっていうとさ、すぐさ、みんな、うん、胸肉食べてるんですかとか必ず言わん。まあ、でもボディビルダーイコール胸肉、まあ、鶏肉ってイメージは、まあ、すごいあると思うし、みんな実際食べてるからね、うん、安い、低カロリー、うん、っていう部分でさ、まあ、一番優れてる食材とは思うよね、うん、無難だし、まあ、鶏肉さえ食べてればそんな現状失敗するってことはないと思うから、うん、飽きなければね。飽きるからいろいろ食べてるの？まあでもただやっぱ動物のアミノ酸って種類によって違うから、まあ、本当はいろんな食材から取るのがいいと思うんだけど、まあ、ただそのカロリーがそのね食材で違うんで、うん、目的によってその理想の食材ってのは変わってくると思うんだけど、だから僕も今は油を取ってもいいタンパク質としてこれ食べてるけど、うんうん、取ってダメだったらこれは外すからね、胸、うん、肉とかその辺が、まあ、メインのタンパク源になるかなっていう感じ。今回すごいバリエーションがある感じがするんだよね。そうだね、食事をいろいろ変えてて、ね、っていうのはで魚一つ取ってもさ、このサーモンもだけど、うん、カツオだったりさ、あカジキ食べたりするじゃない。そうそうそう、なんかいろいろ変えてる。さっき言ったそのアミノ酸のね組成が違うんで、いろいろ食べた方がいいっていう中で、まあ、あと飽きないようにとか、うんうん、それもね一応今シーズン初の試みとか。そうだよね、あんまりメニューを固定せずにいろいろ変えるっていうのは試して、うん、まあ、調子はいいなとは思うんで、うん、口的にもいいよね。口っていうのも変だけどこう味覚、味覚ごめんね、うんうん、的にもそんなに飽きないしね。まあなんか自分の中ではこれでも悲壮感がないよねそんなに
そう、なかなかいい減量ができてるんじゃないかなとは思ってるね。うん、あとはそこに自分の仕上がりがついてくればなおいいかなってことで、ね、まあ、今回のこの食事がね、うん、こう体にとってなんかこう変化のきっかけになればいいなと思ってます、うん、はい、丸ごとなんだよね、うん、美味しそうじゃん。うまいよ食べるのに夢中なしたごちそうさまでした。ごちそうさま、美味しかった。うん、お腹膨れた。うん、まあ、膨れたっても腹5分目だけどね、量的には、うん、でこれはまあ、冷めたらラップして夕方ね、うん、食べたいと思います。で、今日は一個やんなきゃいけないことがあって、僕9月11日がねボディビル大会なんですけど、うん、その後すぐ9月20日にフィジーク大会、オールジャパンがあって、そちらにも一応出場予定しているので、そのためのねサーフパンツを今日は買いに行こうかなと思ってます、うん、でもフィジークといえば、うん、ちょっと無理やり話の展開だけど、今月号のアイアンマンに僕がね乗ってるんですよね。どんな、なんて言うんだろう、こうオフを過ごしてきたかみたいな、一応こうトップ24人乗っていてね、うん、各カテゴリーの優勝者が乗ってて、もくもくにドーンと乗ってます、うん、ね、嬉しいなと思って、ね、うん、まあ、大会ないとなかなかね、こう、うん、雑誌に載る機会はないんだけど、うん、まあ、大会前の、なんかこう、自分の気合を入れる材料になったかなって思ってます。で、一応内容としては、うん、まあ、どこが強化できたかみたいな感じで、ちょっと、あらかじめメールでインタビューもらったんですけど、まあ、僕の中では一応腹筋が、まあ、割とこう、今シーズンはレベルアップできたんじゃないかな、みたいな風に思って、まあ、それを書きました。要因としてはね、一応頻度をこう高めに、うんうん、鍛えるっていうのをやったんですけど、まあ、それはまた今度の動画で、やり方とかもねご紹介しようかなと思ってます、はい、はい、ということで、まあ、今長男が塾に行ってるんだけど、うん、まあ、夕方帰ってくるので、まあ、そしたらみんなでね出かけて、まあ、その時にサーフパンツも、買っていきたいと思います。はい、ということで、買い物して帰ってきました、はい、今みんなでご飯を食べ始めるところなんですけど、今日食べる最後の食事はこちらです。豪華ですね刺身がねこれ 260g かな、あと野菜と味噌汁。ちなみに息子2人はねなんか何だっけ、カレーライスとなんか偶然売ってたから一覧で一覧のカップ麺、お先にいただきます。どうぞ。はい、アジからいこうかな。うまい。うまいかい？うん、うん、めっちゃうまい匂いがね、すげーいい匂いする。ハマチ、これ野菜はね、モロヘイヤと舞茸と玉ねぎ、これ家にあった野菜でね炒めましたあ、うまい。モロヘイヤっておいしいね。うん、という感じで今日は僕が1日に食べる原料食をね取ってみたんですけども、まあ、ほぼほぼ平日と同じような内容で、うん、まあ、今日は
炭水化物だけねちょっと普段かなり少ないですけど、まあ、今日の感じで明日どういう風に体重が変化しているのか様子を見ようと思います。はい、はい、ということで最後にあの今日買ったものをちょっとお披露目しようかな、うん、靴、これは靴、そう、うん、あれですか、仕事で履く靴なんだけどジムでね、ボロボロになっちゃったからシンプルなのにしたね。安、結構セールで安くてさ、それで6000円ぐらい、軽くて、軽そうだね、待ってそれ俺普通にしたの、軽そう、日焼けしてブラック、ね、うん、明日からこれを履いて仕事をしようと思います。はい、でも1個だとね、うん、まあ、今日のメインの買い物これ決めるのにすんごいちょっとね時間かかっちゃってやっぱ、まあ、これで舞台上がるんで、うん、まあね、まあ一番いい、あでもないこうでもない、うん、いただきましたということで、まあ、最後にこれを履いてポーズをとって今日の動画は締めたいと思います。はい、はい、どうぞ。はい、ヘルウォーク、こんな感じ。じゃこれをね、うん、買いましたってことで、何着、あ、まだついてないよ。何着きた、すごい来たよね。サイズはぴったりだよね。と思うね。うん、いいんじゃない。ちゃんとポーズ取るかね。こんな感じで。うん、です。ちょっと待ってね。今シーズンボディビルのポーズの練習ばっかなんで、フィジークのしっかりやり込んでないんで、うんうん、ちょっと聞こえてないけど、まあ、フィジークはね、9月20日なんですけど、その前に、9月11日のボディビル大会がありますので、まずはそれに向けて。そうだね、その学校でボディビルの話するのなんか言うこと分かんなくなっちゃう。でも今日もさ食事ですから、ね、うん、パンパンパンってなったの、すげえ血管朝より出てない、うん、ちょっとライティングが違ったんだけど、うん、だから今日の食事でさ、うん、多少こう減量進んだんじゃないかなって、うん、思うんだけど、ちょっと明日の体重は期待しようかなって、そうだね、楽しみにしてる、はい、またそういうね、食事どうなったかとかは、はい、経過報告の方でお伝えできればと思います。はい、はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。